本人は決して口にはしませんが、怪我の影響はあります。追い詰められた世界王者、トップとは大きな点差が広がっています。しかし高橋大輔は何度もこんな苦境から這い上がってきました。だからファンは信じています。歓声から静寂へ。ブエノスアイレスの式。最初のジャンプは4回転。4回転のフリップ、両足ですがこらえました。トリプルアクセル、トリプルループ、表情も乗ってきました。あっという間の2分間、まもなく後半に入ります。トリプルルッツ、トリプルトーループ。トリプルアクセル、ダブルトーループ、コンビネーション。トリプルルッツ、あとジャンプは2つ。トリプルフリップ、ダブルサルコー。これをステップ。
後のスピン。これぞ高橋大輔。降り注ぐ大歓声が全てを証明しています。高橋大輔から発せられる何かの力が我々の心を打ちました。国分さん、はい、いやー、この4分半は短かったですね。短く感じました。やっぱりこの選手が元気じゃないとなんか物足りない感じがしますもんね。本当に素晴らしい演技でした。はい、高島さん、はい、いやー、もうやってくれた、嬉しいっていう気持ちと、高橋選手のステップはなんというかこう人を虜にする魔力のようなものがありますね。本人が話していましたが、人生経験を経て演技というのは深まるという言い方をしましたが、本田さん、はい、まさにこう深い演技を見せてくれた感じがしますね。そうですね、やはり練習を見てても万全な状態ではなかったことは確かだったんですが、はい、やはりこのフリープログラム気持ちで滑りましたね。なるほど。持っているもの、今の状態ではなく経験したものをぶつける、そういった演技だったと思います。4回転のフリップは両足着氷になりました。そしてひょっとしたら回転不足という判定は本田さんどうでしょうか。そのあたりも心配ではありますが。そうですね。ただ荒川さん、はい、いやもうなんかそんなことを超越した何かというのを見せてくれましたね。本当に会場の空気を全て支配したという、高橋選手が感じている音楽の世界観を明確に見ている人に伝えるその貫禄というものを、今日の演技からまた改めて感じましたね、はい、何よりも気迫でジャンプを飛び、スケートを滑り、そういった部分確実にジャッジにも伝わっていると思います。順位だけではない、高橋大輔にしかできない世界があります。できれば万全の状態で滑らせたかったという長光コーチが大きな拍手を送りました。世界王者がやはりこの舞台に戻ってきてくれました。ショートの4位というのは苦しいポジションでした。今日は早くから観客が高橋大輔に歓声を送って、その応援する気持ちを伝えてきましたが、その気持ちが伝わりました。さあ得点です。高い得点が出ました。技術点は 76.91、 そして5コンポーネンツ8点台が揃って 162.01 のフリー、 236.79、 もちろん高橋トップに立ちました。高橋大輔選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。会場が一体となりました。ご自身で振り返っていかがですか。そうですね、もう今日は6分練習の時からお客さんの方が盛り上げてくださったので、最後まで気持ちよく滑ることができました。まあミスはあったんですけども、でも本当に楽しく滑らせてもらえたので、本当にそれがもう今日は本当に良かったと思います。また4回転挑んできましたね。そうですね、公式練習で初めて片足で完全にはランディングできなかったんですけど、片足でステップアウトという形でできたのでいけるかなとは思ったんですけど、でもまあ悪くないジャンプで次につながると思います。昨日はご自身で何がダメなのかわからないと話していましたが、今日はどんな感触でした。そうですね、今日は本当に自分自身コントロールできましたし、まあ、最後のジャンプで失敗したのが本当に悔しいんですけど、でも今日は本当に自分自身のことを分かってちゃんと滑ることができました。あとは結果を待つのみとなりましたが、いかがでしょうか。そうですね、もう1番でも2番でも3番でも何番でもいいので世界選手権に行ければいいなと思います。今日はでも本当に皆さんの前で自分が楽しめた演技ができたので、それが本当に良かったと思います。お疲れ様でした。